然違うと思いますよ。なんかペーパービューのみになって今回、うん、お金の話じゃねえだろって多分それは天心とかタケル君は絶対言うと思うんだけど、でも今後の格闘技界全体を見たら興行が儲かれば選手に支払う金は増えるっていうのはもう当然のことじゃん、うん、で多分フジテレビで放送して放映権がいくらもらえるのかって多分俺全然知らないけど、うん、まあ、めっちゃ安いと思うんだよね正直、うん、秋原社長も会見に出たじゃん安いって、はいはい、でも5500円で30万件売れたら15億とか入ってくるわけでしょ、はいはいはい、全然規模が違うわけよ。だったらペーパービューの方がいいでしょ。